和江町。和江町茶屋街は東茶屋街、西茶屋街と並ぶ金沢三茶屋街の一つで、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されています。和江町茶屋街は浅野川に面しており、毎年6月に催される金沢百万石祭りに合わせて加賀友禅灯籠流しも行われる情緒豊かな茶屋街です。和江町茶屋街には料亭や茶屋の建物が立ち並び、どこからともなく芸妓さんが奏でる太鼓と三味線の音が聞こえることもあります。一歩裏道に入ると狭い路地と千本格子の庶民向けの遊郭跡が続く街並みが残っています。浅野川の河畔からは金沢らしい街並みを見ることができます。夜の街灯の明かりと格子戸から漏れる光で照らされた茶屋街の風情も格別です。